しょ。はい、レイドジャパンセットできましたよ。こんな感じ。なんか通し方さえ見えてくれば、これ連発するかもしれないな。よし、食った。沈めたら食ったよ。おお、いい引き。ヘッドスライドできて、でその後ミスバイトがあったんで、じっとり沈めたらいるんじゃないかなと思ったらいました。いやー、貴重な一匹、貴重な一匹。よいしょー、貴重貴重、よいしょー、やったー、沈めたら食ったね。はい、 HP バグね。ここ、さっきねちょっと大きめのワームで釣れたところ、もう一匹いるんじゃないかな。バスの家になってましたよ。いや、じっとりね、流れにこの結構流れてるんだけど、ドリフトさせてじーっと待ってたら食ってくれました。いいとこかかってる。いやー、沈む虫系な、いいね。はい、 HP バグに元気な濁りバスくん。こんな感じでね、 HP バグに、セオライズのね2番、この組み合わせでドリフトさせたら食いました。じゃあ逃がしてあげます。でタックルですけども、メガバスのヘッジオックサラトガっていうね、柔らかめの竿に P ライン 0.85 シマノのコンプレックスで HP バーグで、針はねセオライズの2番っていうサイズを使ってみてますよ。でこの竿ですけども、チューブラ先端まで空洞のチューブラーの竿で、それだけど先端が柔らかいっていう竿なので、なんていうのかな、感度がいい。だから今のもね、カッ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 っていうね、前あたりみたいなしっかり分かってギューっとね合わせも入れられたんで、結構ね古い竿なんだけども使っている、まあチューブラーのサラトガ中竿です。じゃあね、引き続きこれでさらに釣れるバスがいないか探ってみたいと思います。こう流れてるから、ちょバスは多分こっち向いてるんで、なんだろう、ちょっと上目に入れて、でふわふわふわって流しながらバスの鼻面に送り込んでってる感じなんですけど、でたまにちょんちょんってやって、
枝とか乗り越えさせて、でまたじーとして、これの繰り返しでなんかうまいこと食ってくれてますね。まだあとね 2,3 時間できるから、この木からちょっと上の方は流れがちょっときついんで、下目のここを拠点に、なんかこれを拠点に回遊してるバスを丁寧に釣ってきますよ。多分ねさっきねギルもね1匹反応したから、ブルフラットとかでもいけそうなんですけど、沈む虫ね、最新のHP バグだとどんな感じで反応してくれるのか、連チャンできるのかを試してみております。ちょっとずつね立ち位置を変えてドリフトする位置を調整してやってみてます。全然ね濁って見えないんだけど、バスの鼻面にトゥッて入るとハッて食ってくれる、そんな感じだと思うんですよね。何本かちょっとしゃぶられてるけど、ギルがこの周りの手をピリピリ動いてる手を多分しゃぶってくれてて、それがあ今テンテンって食ってるんですけど、魚いるかどうかバロメーター、本命はね、ガッとね、糸が走るんで、もしくはたるんでない状態だったらちゃんとゴン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 当たりが出る。結構ね入ったどっかからもう流れてきたばっかの新鮮なんかもうガビガビの枝いっぱいあるやつだから、ちゃんと針先を毎回チェックして目がかんないようにね。結構ねこういう濁ってる時こそ丁寧に丁寧にね、なんだろう、流してやると案外普段だとなんだろう、ビローラとかパパパって逃げてるのを見てね追っかけて食うって感じじゃなくて、なんか濁ってて多分何も見えねえだろうななんていう時にちゃんとした、まあなんだろう、カバー打ちではないんだけど、まあそれに近い感じでこう丁寧にしっかりとストラクチャーに入れて流してやるみたいな。こう濁り慣れてない場所、普段ねクリアなところのやつでも餌はねやっぱ生きてる以上食いたいだろうから、そんな時に普段だとあのスモラバとかでやる釣りなんですけど、ちょっとねせっかく買ったんで、あと練習っていう感じでこう沈む虫をスモラバみたいにこうドリフトさせて、たまにちょんちょんなんてね目立たして、バスが多分いるであろうところにこう丁寧に流してやる。ギルあたりなんかがあるとね、ああ魚はいるんだなーなんてイメージしやすいからやりやすいんだけど、ちょっとギルあたりはないんだけど、たまたまバーってサーチしてヘッドスライドで2回ぐらいバイトがあったから、あ魚自体はいるんだなーっていうイメージがつけたんで、今丁寧に流木に脳進化の
沈む虫を入れ込んで、ほら来た、えーなーなん、もうバスの巣だね。おー、いたよいたよいたよ、いましたよ。ほい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 、でソリッドティップの固めのソリッドティップとかでもいいんですけどね、やっぱねチューブラーだと針がちゃんとフックセットしやすいイメージがあって、スモラバの釣り、スモラバの釣りとかやってるとあれなんですけど、なんかこのちょっとね太めの、まあ細軸の使えばいいんですけど、もしかして大きいの食うかもしれないって、これもあの一番細軸のじゃなくてちょっと太い番手の針なんですけど、こういう針でもしっかりと抜きさせる、だから極端な話で言うとこの竿を結構あの黒鯛の釣りなんかでも使ってるんですけど、クロダイって結構太めの針なんですよね。で歯がガチャガチャに硬いっていうか、うまく刺しづらい、そんなね釣りの時、針を刺さなきゃいけないっていう釣りの時とかもこの竿を使ってるとね、いいところにカーンってかかって、かといって硬すぎないからなんかバレないで、結果最後まで魚をあげるっていう、そういうのがやりやすくて、ほんでもってねお気に入りで結構ずーっと買ってから使ってるんですけど、なんかねあんまりこういう感じの竿がね他にないんでね。ジーニアスプロジェクトでこの前青木さんに触らせてもらったあのポッキーロッドとかは全部チューブラーで、で最新のガイドセッティングをして、でこういう今たるましてるんですけど、たるんでる時のあたりなんかも取りやすいよなんていう風におっしゃってたんで、こういうねほんと繊細な釣りでああいうチューブラーの竿とかが増えてきたら使ってみたいな。これもね結構古いガイドだから、最新のトルザイトとかに、ね、セッティングしたらもうガイド径も結構太いからより面白い竿になりそうだななんて思うんですけど、思ってるだけでね何もしてないんですけど、でこの竿に関してはこうアクションする時の何っていうのは特にないんで、ガイド付け替えて多少アクションの調子が変わっちゃっても、やっぱね1日持ってるとちょっとね重いんで、これで軽くて魚かけた時にアングレグイーンってちゃんと曲がってバレないでくれたら最高のセッティングになるんだけどな。で P ラインで組んでるからね、こういうパワーフィネスギア、このねボサボサで今んとこ都合4回から5回ぐらい魚の反応もらってるんで、あげたのはね 2,3 匹だけど、これ夕まずめまで丁寧に待ってたらなんか40アップとかワンチャンありそうな気がする。せっかく来たのにな、いるな、いるな、いやー完全に
いい合わせくれたと思ったんだけどな。やり直し、ちょっと休ませっか。はい、というわけで前回のフルスイングに引き続き、今回ね、スピニングタックル、こんな感じで OSP の HP バグね、これね、ピンク色、紹介した動画の時もうちょっと違う色だったんですけども、今回ねピンク色が変えて、そんであの釣り場がね、通常クリアな釣り場なんですけども、どちゃ濁りマッディになっていたっていうことで、これ視認性いいんじゃないかななんて思ってね試してみたんですけども、結構ね魚からの反応がすぐに出てくれて、で実際に投げてみてね使い心地いいっていうことで、今回ねこれ P ライン、完全シーバス PE の 0.85 で、この針がですねセオライズの2番っていうことで、でこれがねもう一個ね細い軸線のやつがあるんですけど、 P ラインでちょっと強めに釣りするぞっていうことで、真ん中のねちょい太軸の針を試してみました。でセッティングはねこんな感じで、20番しょわせるとこんな感じね、結構バランス良くないですか。でまあね使い方なんですけども、結構魚の群れているであろうカバーに流れがぶち当たっていたっていうことで、でひたすら上流側からちょいポイントの上目に入れて、わーってドリフトさせて流していって、でいいところに入るとバスが思わず食っちゃう、パクってね、こんな感じの、釣りをやってみたんですけども、結構あの普段あの東京湾でシーバス釣りなんていうのをやっているんですが、そういう時にね使うテクニックなんですよね。こう夜のね真っ暗な、例えば橋脚の明暗、明るいところと暗いところがあるところにルアーをちょっと上流目に投げて、そのシーバスが捕食するであろうところをこうね流れをボディに当てながら、長く見せながら流していくルアーをちょっと上からドリフトさせて、でバスがこっちを上流側ね向いているって仮定して、上流側に入れて、そこからバスの目の前をあーって流していくと思わず食っちゃうっていうね、こういうねあのシーバスでよく使っている、まあなんだろう、ナチュラルドリフトとかね、 U の字とかドリフトってね言ってますけども、そんな感じのテクニックをバスに応用したところ、結構ねうまいこと反応してくれた。で、今回ねすごい濁っていて、もうちょっとねアピール力のあるルアーがいいかなーなんて思って、実際にねこれの前にはあのフルスイングで釣れたんで、あれのグネ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 した波動でねバスを誘い出したわけなんですけども、もうねいい加減いっぱい投げ込んで、ちょっとねライトリグちょっとね弱めのやつを静かに入れたらさらに反応するんじゃないかなっていうことで、で釣り上げたのね2匹ぐらいだったんですけども、当たりはね結構あれ以外にもあったりしてですね、まあこいつね小さいんだけど、このね手がピリピリしてるのがいいのか、まあね全体なこう沈んでいく姿勢なんかもね全部トータルで具合良かったのかななんていうふうに思うんですけども、とにかくねなんかちょっとここ2回ぐらい釣りで使ってみてるんですけども、バスがいるってさえねなんとなく分かってるところではね、めちゃくちゃこいつね戦闘力高いルアーだなぁなんていう風に感じました。広範囲なね、どこにバスがいるかわからないなんていう時にこれね最初から入れちゃうと釣りの時間がかかっちゃうんで、まあ少し効率が悪くなるかと思うんですけども、ある程度ババババババってね魚の居場所みたいなのがなんとなくイメージできているところにこれを入れ込んだら、もちろん吊るして吊るして水面で波紋残して沈め込むっていうのもいいんですけど、今回はもう最初から全然そういう動作はしないで、流れの上流紙に投げてこううまいこと流す、それだけでねすごいね釣れてくれたっていうことで、まあ形としてはもうねあれですよね、よく釣れるゲイリー山本の線香ね、あれの小さいやつにラバーチューンしたそんな印象の形もしているので、でねこの小ささの割に重さもね必要十分あるんで、でこのちょっと太軸の2番サイズのフックを背負わせることによってバヒョーンってね飛んでいってくれますね。
すごいね、使いやすいななんていう風に感じましたけども、何よりもねバスのバイトの数が本当多いんで、一気にねお気に入りのルアーになりました。まだねうちの近所ではお一人様一個とかそういう感じで売っているので、まあたまたま入荷日にね見かけたらね追加でもう1パック2パック買ってみようかななんていう風に思いますけども、まあこの小さいながらスリットが装備されてるよとかね、後ろが若干重いからバックスライド気味にもなるよっていうことでいいのかな、ここにね小さなフィンなんかもついていて、ほんとね小粒ながらねなかなか考えられた。で比較的こう沈む虫っていうと、もう少しずんぐりむっくりしたね、もうちょっと横幅があるような感じのワームが多いんですけども、これはねほんと長方形っていうかね、すごいシンプルなんだけど、ポイントのすり抜け性能も高いしね、非常に使いやすいな。一つ言えるのはこの OSP 独特のちょっと柔らかめの素材で仕上げられているので、針先がちょっと出やすいかなっていうのは感じました。実際にね、ネガカッターとかはねなかったんですけども、ちょっとねタイトに投げ込んでいるとこう針先ちょんって隠してると、それがピッてね出やすいかな、それぐらいちょっと柔らかいかなっていうのは感じましたが、まあ毎回ね投げるごとにちゃんと針先のチェックしておけば、根が買っちゃってなくしたっていうのはね一個もなかった。バスね結構くわえさして飛んでっちゃったとかね、そういったのはあったんですけども、まあそこら辺ぐらいですかね。まだね全然バスねちょっとしか釣ってないので、まだまだこの沈む虫、虫系ね効くシーズンではあると思いますので、引き続き投げ込んでみてね、こんなセッティング良かったよなんてご紹介していければなと思います。で動画の中でねつらつらと語っていたんで改めてっていう感じ、これねメガバスのヘッジオクサラトガっていう竿なんですけども、もうね結構旧世代の機種になってくるかと思いますが、まあチューブラーでこの少し太めの針もガチッとねかけることができるっていうことで、も使い込んでここら辺の塗装とかハゲハゲになっちゃってるんですけども、でリールはねコンプレックスシマノの、まあねちょっとこれハイギアなスピニングリールなんですよね。だからまあ不意にガンって食った時もねすごいね、素早くたるみが巻き取れてお気に入りで、これもねちょっと古い方なんですけど未だにお気に入りで使っております。まあこれで普段カバーちょっとしたカバーに入れるスモラバの釣りなんていうのをやってるんですけども、今回はねこのちょっと重めの沈む虫に合わせてみたところ、非常にね具合よく釣りを進めることができました。またねこれ以外にも古い竿とかいろいろ持ってるんで、こんな竿あったんですよ未だに現役バリバリですよみたいなのあったらねどんどん紹介していこうと思います。というわけで本日の釣り法 TV はこちら OSP の HP バグ、これをですねバスの、いっぱいいるところに投げ込んだらスパンスパンと釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣り法 TV でした。